どうしたの？カイトと？モズと？モチです。今回はこちらのテストプレイなんてしてないよっていうカードゲームをやっていきたいと思います。何ですかそれは？いや、これはですね、勝てばいいゲームです。はぁ、あ、ゲームなんて何でもそうなんじゃないですか？ゲームなんて勝てばいいんですよ。なんだって、このゲームの特徴を教えてください。このいろいろなゲームにはこう勝利へ行くための道が結構あると思うんですよ。はい、これも勝利すれば勝利なんですよ。試しにカードをめくりましょう、1枚。はいはいはい。こういうふうにカードがあるんですけれども、はい、勝利。ゲームに残っているすべてのプレイヤーが青い服を着ていた場合、あなたは勝利する。おー。おー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 おおお。これで勝ちです。じゃあ最短で1枚で終わるってことですか？終わります。へー。あ、そっか、今の場合は全員が別に青い服じゃなかったから、もしこれが今白い服を着てたらって言ったら、もうお前もう今こんだけ山があってももう1枚で終わり。はい。え？言ったでしょ？勝ったら勝ちなんだ。なるほど。確かにバカバカしいけどやめれなそう。やろう。やろう。というわけで今回はテストプレイなんてしてないよ、プレイしていきたいと思います。やっていきましょう。はい。はい。荒ぶったな。ここに山札があるんですけれども、はい。まあ、この中にカードが2種類ありまして、まずこういうノーマルな絵柄をしているカードと、この星のマークが描かれているスターカードというものがあります。はいはいはい。でもスターカードは強いです。へー。2枚ずつ配っていきまーす。え？星来た。え？ちょっと待って、ちょっと。星来た。で、1ターンに一度1枚引けます、山札から。じゃあまあ、持ちから。この順番で回していきましょう。手札見ていいんですか？見ていいんですか？はい、これは引きます。子猫の待ち伏せを使います。じゃこれの効果で僕は山札から3枚カードを引きます。盗むでしょ？盗みます。はい。3で、これで終わりですか？ターンエンドですか？そう、結構でかいよ3枚のアドは。うん、ターンエンドです。だから勝ったら勝ちじゃん。勝ったら勝ち。終わりゲーム。うん。いきます。全員せーので1から5本までの指を押さえること。せーの、おお。指の数の合計が素数だったらあなたは勝利する。6なんで違います。おお、危な。はい、全員でじゃんけんをすること。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、ということで今みんな何出した？今の形。はい、このじゃんけんチョキを出した全てのプレイヤーは敗北する。おい、勝ち。何勝ち。2回戦いきますね。はい、はい。あー、終わった。あー、星来い、星来い、星来い。あー、星野郎来い。いきます。はい。お全員せーのでじゃんけんすること。うわ、来た。うわ、最初はグー、じゃんけんぽい。手番プレイヤーと異なる手を出した全てのプレイヤーを敗北する。いやー、待って、意地悪。お、他プレイヤーが勝利した時に使用する。あなたも相手も敗北する。勝利してない。勝利してない。勝利したり残ってる。まあ、そういうことだけだよ。あ、勝利じゃない。はい。待って。何？はいはいはい。あなたを含む2人以上のプレイヤーが同時に敗北した時に使う。で、そのうち1人選ぶ。そいつが降り、そのプレイヤーだけが敗北する。お前だ。おい。ふざけんなよ。乗せだけ死んでいい。ふざけんなよ。これおもろ。バイバイ。おい。いや、きたね。シンプルきたね。じゃあ俺のターンいきます。レーザー、任意のプレイヤーの前にこのカードを置く。手番終了時にこのカードが自分の前に置かれていた場合、プレイヤーの視力を奪う。そのプレイヤーはつまずき、足首を捻挫し敗北する。だからお前は自分のターン終了時までにこいつを処理しないと負ける。処理するってだからなんかそのカードのあれでこれを捨てることができるカードを見つけないとってことだよね。じゃあどうなる。もう死んでしまった俺は。まあ、それかターンで俺とモッチを倒せば勝ち。全員指で1から5までの数字を出してください。うわー、さあ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 、せーの、おー、2、3、4。え、奇数だったら全てのプレイヤー敗北。おー、お前も死んだんだよ。俺もだ。全員死んだんだよ。え、死んでないでしょ。だって4と2でしょ。4、2でお前が3だったから。あ、そういうこと。奇数で違うよ。奇数だったプレイヤーは死ぬだけで、奇数だった全てのプレイヤーは、本当だ、偶数は生き残る。おー、でもこれがあるからプーンプーンってお前の勝ちだ。なんだよ。